ユッキーが教える風玉運気予報。二十四節気でいうと立秋処暑を迎えます。暦の上ではいよいよ秋の始まり、2月4日に始まった立春からちょうど折り返し地点となります。このように自然界に季節があるように、人の人生にも季節が存在します。それを運勢や運気と言います。春に種をまき、夏に開花し、秋に収穫し、冬に種を作るように、その季節に合わせて人の行動も変化します。しかし自然界の季節と違い、人生の季節は肌で感じることができません。そこで風玉を知ることで、あなたの人生の季節を示すことができるんです。またあなたの季節が何なのか分かれば、今何をすべきなのか具体的な行動を示すことができます。ここまで聞くと、あなたが今どの季節なのか知りたくなりますよね。そこで1ヶ月の風玉運気予報をお送りしています。あなたの風玉をまだ知らない方は、概要欄に LINE 公式の URL を貼っておりますので、そこから友達登録をしていただき、あなたのお名前、生年月日、性別をメッセージで送ってください。私の方で鑑定して、あなたの守護神風玉をお伝えしています。運気予報はご自身の風玉の下一桁を見てください。風玉が3、13、23、33、43、53の方は宿玉3玉となります。それでは宿玉3玉の方の今月の運気指数から見ていきます。今月の運気指数は8。今月はモテ期到来、あなたの思いが伝わりやすい月になります。それでは今月の運気の前に今年の運気からお伝えします。宿玉3玉の方の2023年は実益の季節、そして今月8月は表現の季節になります。それでは表現の季節を詳しく見ていきましょう。表現力が豊かになり、人とのコミュニケーションを図ることが多くなります。また人脈が広がる時期にもなります。自らが起こす新たな行動に対し、周囲から援助を受けることも。精力的に行動を起こせるため、業務的、対人的、金銭面で動きが激しくなります。また奉仕の心が芽生えます。この時期に仕事の幅を広げられるような活動を起こすといいでしょう。このように表現の季節ではコミュニケーション力が高まり、あなたの思いが伝わりやすい時期。恋愛面はもちろん、仕事面でもプレゼンがうまくいくなど、具体的に成績につながりやすい時期になりますよ。それでは運気予報に行きます。占いでは旧暦を活用しているので、8月の運気は8月8日から9月7日まで。中でも月の運気と日の運気が重なるダブルデーは8月の10、20、30。このように月と日の運気が重なる日には、あなたの思いが最も伝わりやすい日。思い人がいる人はこの日を使って告白してみるのもいいかもしれませんね。それでは表現の季節の良い傾向、悪い傾向をお伝えします。良い傾向に行くと、人との交流が盛んになり、活動範囲が拡大していくでしょう。しかし悪い傾向に行くと、頑張った割に結果が伴わないので注意しましょう。そして良い傾向に行くと、多忙だが気力、体力ともに充実する、そんな時期になるでしょう。しかし悪い傾向に行くと、社交や交際で浪費になりがちになるので注意しましょう。そして良い傾向に行くと、営業などの表現力が増す、そんな時期になるでしょう。しかし悪い傾向に行くと、自暴自棄になり、うまくいかないので注意しましょう。このように毎月の運気予報をチェックして、今月の行動の指針にしていきましょう。さあ皆さん、いかがだったでしょうか。あなたの人生の季節を知ることで、あなたが望むべき未来をどのようにして手に入れるのか、具体的な行動を示すことができます。風玉運気予報は毎月アップしていきますので、人生の参考にしてくださいね。そしてこの風玉運気予報は人生の季節で分かることのほんの一部。仕事運、恋愛運、金運、健康運、全体運などもっと詳しく知りたい方は、このような冊子もご準備しております。詳しくは LINE 公式のメッセージからお問い合わせください。よかったらチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしております。